傭兵間での勝利により討伐軍は張飛本田だが、これを放置しては腰上はあ、これよっぽしかし共通のですが親方様と漆黒の闇に散りゆくがいい。北の砦が手薄らんが逆に怪しいよな。私の方から攻めるの。敵は信玄公に献身公義の軍勢までおる。王子に一国に越したことはないじゃろう。よっしゃおお、雪村が来るかね。これは楽しみじゃの。あの地も楽しみ。ここに朽ちるまで戦う所存。神のごとく軍略を持つお二人がある。我らの力どこまで通用するものか。胸を借りるつもりで挑むのだ。全力で当たれば活路が開けるはず。いや、沈んだ前義の軍勢が集まっているようだが、そうそうは不在か。眉間にシワが寄っとるぞ、馬長。一族の敵っちゅう、そうそうとの言い合いは知っとる。だから、洗えとるな。ただ、肩の力は抜いとけ。肩肘張って生きるのも疲れるじゃろ。引っかかってくれちゃったね。自然の伏兵が相手数にしたのはむしろこのためか。あの裏を書かれたな。だがまだ巻き返せる。おい、一気に突破するぞ雪村。しもた、手足も罠じゃったか。運ばれてはまずい。一気に突破するぞ。切り抜けてみせよ。忠勝が槍にて劣勢を覆さん。我が軍略を見よ。人からも敵が。おい、やまずい。彼が救援を。我が魂、今こそ披露せん。お前がダッキに就こうとは。核なし。全て人の世を守るため、我が身を立てたら核を止める相手に引ける。報告します。敵の増援が接近中とのこと。明日のようなく畳みかけてくる。敵増援はおそらく武田の騎馬隊ならば、食い止める方法はある。献身公ならばここで本陣を狙うはず。敵増援の勢いくじかねば危うい。平八水産ああ
したか。見事な一撃だ。武田騎馬隊の力を存分に引き出してやろう。いざ参る。私の気力に勝てると思いか。愚者は消し去るのみよ。ここで家系と見事ですよ。加熱行ってみるか。よし、援軍は止まったな。一息に押し返すぞ。加熱、あなたは何故魔につくの。魔にギアリと見ておりますゆえ、僭越ながら神に挑んでおります。斬新残念。よく覚悟ですよ、加熱。ではその覚悟のこと見極めるとしましょう。何、あなたと。よし、出花はくじけた。今こそ反撃に移る。打ち取ったり。待てよ、
雪村が頑張っとるね。金継が逃走、天も読みせる。おかしいね、わしら。雪村も金継も敵なのに、その活躍を自慢するなんて。さて、そろそろ雪村の顔を見に行こうかね。金継ぎが逃走、剣心も地層に。お見事な戦り。わしこそ天下無双の知恵者じゃ。手首もらった。信じてるのかね。はい、何一つ恥じることはありません。カメツグ、ローマにビオミルは何故だ。そのわけを全てをこの未来のために。やられちゃったね。敵将討ち取ったり、神武敵なし。他の君主の動きが読めぬ以上、謙信と上杉代わりに、これが上杉と武田の本心。織田軍が集っ、織田にせよ、ま。よう、今日はどうするんだ。
神々の加護など無用。長藩の戦いを経て、しかしその中には魔王織田信長の姿があり、さらに旋回の猛将激戦。魔王織田のこの戦い時間をここしゃ熱いと。闇に散りゆく愛。ここまで兵を集めて狐狩りの支度か。焦ねえよ、こっちは未来を背負ってるんだな。よっしゃ、魔王も仙人も俺が相手してやるぜ。強じようぞ。あれがダッキーに協力する者だ。彼らは聖地よくやったが、まだまだ小さい。行こう。首もらった。打ち取ったり。行こう。おお、やるじゃねえか。おみ、朽ちるまで戦う所存。行くしかないようだな。敵将、俺が打ち取った。その首もらった。ここまでか。撤退せよ。敵将消滅せよ。水さん
魂、今こそ披露せん。急ぐとしよう。相模の獅子に獲物を狩り尽くされんうちにな。待たせたな、打ち安、策、いざ参る。冒頭の虎が、これより加勢しよう。ここまでよ。引け、引け。親父、来てくれたんだな。おみ、朽ちるまで戦う所存。こんな場所に大量の火薬が、今凄まじい火災となりそうだ。よし、今だ。いかん、まだ鉄砲を使っては。なんと凄まじい火災、このままでは。信長様、ご無事ですか？このまま進軍を許すわけにもいかん。すでにここまで火の手が。申し訳ございません、信長様。私はここまで。そろそろ頃合いじゃな。自分の目で見極めるとするか。だが獲物はまだまだ残っているようだ。やりめえだ、残しておいたんだよ。では始めるとするか。あと獅子の狩りを。見事、やはり人の子は強い。それなら託せよ。まだ足りぬ、さらに強じようぞ。この武者、わしに付き合え。命
ちは粗末にできん。撤退じゃ。敵将討ち取った。我が魂、今こそ披露せん。ここでよ。へい、へい。敵将、俺が討ち取った。今こそ披露せん。やっぱりここまで来たのね。あなたたちを駆り立てているものは何？あなたたちが見ているもの、興味あるの？栄光！我が魂、今こそ披露せん。俺が討ち取った。ウヌラの死は信長に死ぬ。遥か先を行く。敵将討ち取ったり。やれやれ、終わったかい。よっしゃ、熱い戦いだったよな。深部敵なし。話はかぐやのジオちゃんから聞。想像以上に事態が広く、ダッキーに何か考えて、そろそろなんかよかろう。まずはけどよ、いや事故のような火薬祭。